続いてのスピーカーは滝沢啓太さんですよろしくお願いしますお願いします。ではスマートマタニティーマークというサービスのアイデアとそれがアイデアできるまでのお話をしたいと思います滝沢啓太と申しますでチームマインドというチームのリーダーをやっておりますで、サービスデザイナーワークショップデザイナーをやっておりますサービスデザインですがブランディング組織開発ソ などまあ、大手さんですとか最近スタートアップ多いですがそういった方たちの課題を解決するためにワークショップを実践しています、まあ、日々ワークショップを実践しているんですがワークショップってすごく盛り上がりますよね <laughs> でも冷静に考えるとなんかアイディアいまいちだったとか別にワークショップやんなくてもこのアイデア出るよねみたいなことがあるなでちょっと思ったんですね皆さんありませんかで自分の経験上ワークショップの精子は参加メンバーで80%決まるかなと思ったんですね では参加メンバーのレベルをマックスまで上げると、そうするとどんな競争の場が生まれるかということをやろうと思いました。で知人にフェイスブックメッセージを送りました。滝沢の知人で最強打線を組みましたとで。ワークショップで競争させたら何が起きるかということを実験します。お題が Google の AndroidExperimentObject、Android と IoT デバイスで未来を作りなさいと、これをやろうと。で、2日後にメンバーが10名集まりました。 会社や職種のの垣根を超えた10人のメンバーですね今日何名かあっちに来てますがテクノロジー系から u a u k アーティストコンセプトデザイナーグラフィックレコーダーですねほ、まあ、本当年齢も性別もスキルもバラバラのメンバー10名が集まりましたでこのメンバーでワークショップ3回アイディエーション系のワークショップをやりましたで10のアイデアを作ってこれを応募しました で詳細についてはスライドをシェアに今公開、スライド公開してますのでハイレベルメンバーで競争実験で検索いただけるとすごくまとめているのでもし興味ある方は見てみてください。でなんと2作品ですねグランプリをいただけました。で、これを今チームを2つに6名6名に分けて Google さんの支援を受けながら5ヶ月間ですねプロトタイプを作るということをやってきました。で、今日はま僕リーダーやらせてもらったスマートマタネティーマークつい体ご紹介したいと思います。 優しさから優くされるとすごく嬉れしいですよね優しくされると誰か優しくしたくなるのでそ優しさのサイクルを作れるような社会を作りたいとサービスにしたいと,ということをビジョンにしていますスマートマタニティーマークですねでまず、えー、現状ですねマタニティーマークっていうものを検索しようと思うとまず予測変換で嫌がらせだとか嫌いみたいなことが出てきちゃうんですね また、Google の検索結果を見ても、一番トップは厚生労働省ページなんですが、それ以外は全部ネガティブな危険、危ないみたいなものが出てきてしまいます。また、ユーザーインタビューとして、妊婦さんの方ですとか、それ以外の方、ウェブアンケートで1300名以上の方にご協力いただきました。また、チームメンバーの女性メンバーがいるんですが、また一幕をつけて、電車に乗ってみるみたいな疑似体験みたいなことをしながらリサーチをしていきました。そこで解決すべき課題ですね、2つ。 設定しましまた1つ目、電車やバスで席に座るとスマホに夢中になって妊婦さんに気づかないと。2つ目、マタニティーマークに関する正しい情報、ポジティブな情報が届いていないと。この2つの問題を、課題を解決していきたいと考えました。コンセプト、みんなの優しさを見える化しようと。で交通事故みたいな、こういう情報もすごく大事だと思いますが。 例えば、席譲りが今日何件あっただとか、近くにサポーターが何人いますだとか、全員サポーター何名いますみたいな、こうみんなの優しさをリアルタイムで見える化して、妊婦さんに伝えていきたいというふうに考えましたで。アイディアはとてもシンプルです、これですが、とマタニティマークにビーコンがついています。で、スイッチを置くと、サポーターアプリにプッシュ数字が来て、マッチングすると、そのマークが光り出すと。こういう感じですね。 とてもシンプルな仕組みです、えー、立っているのが辛い妊婦さんがこのマークを押しますそうすると周辺半径2メー,ターぐらいにいるサポーターさんにプッシュ通知が来ますなのでアプリをいじってスマホをいじってても気づけるんですねで席譲れるときは席譲りますと押すとこのマークが光り出してあの人が妊婦だっていうのが分かるとまた、えー、譲ります画面っていうのがありましてサポーターの方がこのスマホの画面を見せると妊婦さんも の人なんだってあの人がサポーターだっていうの分かって、まあ、お互いにこう分かり合うとかっていうマッチングできるっていう仕組みになっていますでこの仕組みが本当にこう機能するのかっていうことを鉄道博物館さんにご協力いただいて実証実験を行いました普通にこの仕組みを知らない方ですね鉄泊に来た方お客さんに座っていただいて、えー、プッシュ通知が来ますで結果的にはプッシュ通知が来るだけで半分の方が既存のマタニティーマークに気付けました で気づかなかった残りの半分の方についてもスマートマタニティーマークの仕組みを使うとほぼ全員が気づけると例えば妊婦の方の声ですと、まあ、お腹が大きくないときは席を譲ってくれる人が少ないので気づいてもらうのはうれしいですとか会社員の方スマホで妊婦さんに気づかずに気まずい思いをしたことがあるとなのでこういう通知が来るのは嬉しいですみたいな声をいただきました。 でその他の機能ですが優しさを見える化する優しさモニターというのがホーム画面になっていますまた、まあ、座りやすい電車に乗れればいいので過去の統計データから座りやすい路線を検索できる座りやすさ検索ですねまた緊急時にこのマークをギュッと握ると指定した人に連絡が飛ぶ緊急連絡みたいな機能も予定していますでその他ヘルプマークですがミニマークまた目の不自由な方外国人旅行者みたいに他のマークですとか他の対象者 に展開することによって困った人を助け合うようなインフラにしていきたいと思ってます。またこのプロジェクトを通じて、Google の検索結果を正しくポジティブに変えていくっていうこともやっていきたいと思ってます。で、この今アイデアを Google のプロジェクト、イーメンウィルというサイトですね、プロジェクトがあります。そこにアイデアを公開しております。で、サービスの実現に向けてこの活動に賛同いただける方ですね、はぜひサイトホームページに訪れていただいて、応援するってボタンがありますので、それを押していただけるととても嬉しいです。 で最後に今六本木ヒルズここですね展望台東京シティビューでメディアアンビション東京ってメディアとの展示会をやっておりますそこで今ご紹介したスマートマータニティマークとチームのもう一個のアイディアですねクロノスケープでものになりますがプロのプロトタイプ今展示しておりますまあぜひ足を運んでいただいて僕らの考えた未来ですね未来を体験いただけたら嬉しいですありがとうございますありがとうございました。 とても優しい。武田さんが <laughs>。さらに優しく見えました。えっと。この今、先ほど、これを開発される課題がなんか二つ。あったと思うんですけれども、はい、そのまた背景に、なんか大きな課題があるような気はするんですが。はい、本当に解決したい。武田さんが解決したい課題ってどういうものですか。あ僕ですか。うーん、えっとですね。えっ、ー、と、この。アイデアは、一つの解決策の手段の一つでしか。なくて。えっと、まずは、この。 例えば今日は皆さん、このプレゼンを聞いていただいて多分ちょっと電車に乗った時の気持ちが変わると思うんですよね、これを見たことによって、それちょっとだけこう妊婦さんを気遣うような後押しができるというところからまずは広げていくということができればそっちの方が大事かなと思っていますいいいとま私も気にかけていきたいと思います、はい、ありがとうございました。